するレップ発のラップ研究プログラムとなっております。はい、研究材料となるラップにどのような魅力があるのか、リリックフローライミングビートメイク、さまざまな角度から議論していきます。この研究室で教授を務めるのは私ジブラと私マミーディ教授でございます。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、毎月第3金曜日、渋谷レップスタジオよりお送りしてるんですけれども、本日はね、ちょっとあの、収録放送になってるんですね。そうなの。そうなの。そう、そうなの。あの、僕のね、私的な、私的な、私的な理由です。プライベートってやつですか、ね、プライベート。プライベートですね。はい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 。まあ、あのね、レップ、ランチタイムブレイクですね。うん、この前、あの、なんか突然、あの、昼からこの二人でやるっていうのを一回やらせていただいたんですけど。ありましたね。はい、日本のラジオ史上に残る、はい、嫌いな曲をかけるというネガティブな放送が、ね。はい、そうでございますよ。あれね、まあ、何かっつうとね、まあ、この収録があったからやったっていうと、まあ、それもあるんですね。まあまあまあ、それもあるけどね、ミキ君とも久々に喋れたしね。ね、ほんと楽しかった、楽しかった。非常にいい感じだったと思いますけども、本日は、真面目に研究していきますので。その流れでね、はい、やります。やっていこうかなというふうに思いますけれども、皆さんの声はですね、ツイッターの方でもちろん受け付けております。番組ハッシュタグは漢字で、第3研究室です。3は漢数字の3なので、お間違いのないように。はい、あとね、毎回言ってますけども、はい、初めて聞く人もいるかな、はい、この番組はね、あのね、その、一般ピープル向けじゃないんですよね。そうなんですよ。すごくマニアックな、はい、番組なんで、ちょっと、いちいちね、専門用語とか、解説してられないんです、ね、そうなんです。そんなことしたらもうね、日が暮れちまいますからね。まあ、はい、もう日が暮れてるんですけどね、この時間はね。まあ、ね。はい、すいません、ね。よく開けてしまいますんでね。うん、まあ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 、でも楽しんでください。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、私、ジブラとマミー D がですね、キュレーションを担当したレッドブルの64バーズ特集。お送りいたします。ついにですね、ついにですよ、うん、これ来週のね25日水曜日に、うん、今回その、第3弾 D が、キュレーションしてるんですけれども、はい、第3弾シリーズのファイナルとして、ご自身の64バーズが公開ということでですね、そこなんですね、はい、ここで改めて復習しておこうという感じでございますね。ね、はい、ね、うん、まあれだね、うん、まずさ、うん、前提としてさ、うん、レッドブル64バーズという企画がどういうものなのかわからないと、はいはいはい、皆さんその何それって感じになっちゃうと思う。まあそうだね、うん、これ何かっつうと、これ自体は、レッドブルさんどこだっけ、国もともとは、なんか北欧かね。そう、そっちの方。すげえ。ニュージーランドだっけ？え、ニュージーランド違ったっけ？違うか。あれ？なんかさ、あれ？スウェーデン。スウェーデン？違う。え？なんか適当じゃねえかこれ。はい。オーストリア。オーストリア。なんかちょっと似てるのって言っちゃったんだけど、オーストリアね。まあね、俺はね。オーストラリアっぽくてニュージーランドって言っちゃったんだけど、オーストリアの間違いだったですね。俺、はい、マジ怒られるよ。はい、そうですね、すいません、はい、ごめんなさい、誠に申し訳ません。で、もともとは本国の方で、うん、あった企画なのよ、64バーズ自体は。はいはいはい、はい、で、ちょっと待って、これじゃないや、こっちじゃないや、そうで、それでまあそこでね、まあ何かっつうと、うん、64小節、はい、ラップをし倒せこの野郎という、しかも、はい、しかも、歌詞を見ちゃいけない。見ちゃいけないで、うん、しかも、レコーディングをすべて動画を撮られるっていう、うん、まあ、なんていうか、まあ、わかりやすく言うと、地獄みたいなやつですね。はい、パンチインをしてはいけない。そう。もう、本当に地獄ですよ。歌い切らなきゃいけない、ね。そうなんです。我々、まあね、ほら、まあ、初めの頃はね、うん、それこそ、まあ、なんていうのかな、うちらの時代なんか、ほら、リリック書いてさ、うん、それからレコーディングできるまで、まあ、すごい時間があったりして、うん、だから、まあ、
リリース前にもうライブやったりなんかしてましたけど、はい、初めの頃は、うん、ですけども、まあ、今はもうはっきり言ってレコーディングをしてそれを何度も聞くことで歌詞を覚える。そうだね、はい、完全なそういう風なサイクルじゃないですか。しかもあれだね、うん、MV を撮ったりすると、うん、ライブの時に意外と覚えてたりするみたいな。そう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 。MV でね、ちょっとはね、怪しいところとかも、口、よく見ると合ってねえじゃんっていうところもたまにあったりするんですけれども。ああまあとにかくあれによってね、だいぶこう、なんとなく自分の中に入ってくる。まあそういうのがあるんですが、うん、これはなんと、もう全くもってそのレコーディングから撮影されて、うん、もうなんていうか、だからもうライブみたいなもんだな。そうね。うん。しかもね、その、説明しておきたいのはですね、うん、64 bars って、うん、まあ、64小節のことなんですけども、はい、うん、ラッパーのラップはですね、はい、これ皆さんあんまりご存知ない方もいると思うんだけど、はい、基本的に、うん、バースね、うん、あの V の方ね、はい、ラップの平歌部分っていうのは、はい、16小節が、はい、まあ一番基本的。基本単位になる。まあ16か24かぐらいですかね。うん、まあ大体ね。まあでも ほとんど16だよね。まあそうだね。基本的には、ね。基本的にはそう。うん、で、16が、要するに、1番の平歌ラップ、うんうん、2番の平歌ラップみたいな単位な、うん、はい。なので、うん、64小節っていうのは、うん、要するに4番分の、そういうことなんです。4番分の平歌を。そうなんですよ。それをしかも、止めちゃいけない。ずっと頭からつるっと歌わなきゃいけないという、まあ本当だからさっきも言ったけど、まあ地獄みたいな企画なんですね。ひどいね。ひどいですよ、企画なんですよ。まずこれは。もうもう僕もぶっちゃけこれは僕はキュレーター第1弾やらせていただいたんで、うん、まあ皆さん知らないじゃないですか。うん、振った人たちもね。うん、何ですかそれと、うん、いう感じになるわけですよ。うん、で、まあまあ、これまたほら、我々、まあ、レッドブルのスタジオに行って、はい、スタジオでこう、みんなの歌をね、うん、こう、なんていうんですかね、まあ、聞くというか、ディレクションとてほどでもないんですけども。キュレーターはまあ、そうそう、受け止めるんだ。そういうこと、そういうこと。うん、うんって頭をひたすらこう、首を振るっていうね。うん、そうそうそう。じっと首を振るっていうやつなんですけども、うん、まあね、それもね、なかなか大変で、うん、ちなみに、まあ自分も、まあ皆さんだから10組ほぼ10組なのかな。第2弾のアナーキーは9組だったのか。うん、そうなんです。まあでもまあ10組と言っていいでしょう。まあ、そうですね。そのぐらい、うん、なんだろうな。まあ、アーティスト、ラッパーと、ビートメーカーをマッチングして、うん、はい、そんでやってもらうみたいな感じの、まあそういう企画なんですけれども、うん、そうですね。まあ自分的には、まあほら、まあ、当時ね、うん、これは確か2018年だったんですけど、の6月からだったんですけど。あ、そんな前だったの？そうなのよ、そうなのよ。うん、で、まあ、まずはその、皆さん、こう、いろんな人に声かけて、うん、で、まあ、その当時、やっぱりこう、注目株だったりね、うん、する人たちいろいろ声をかけて、あれしてみたんですけれども、うん、まあ、とにかく、まあ、楽しかった楽しかったなと。ただ、現場、やっぱり、もう、だいぶ凍りついたのもあったかなと。聞いた。はい。いろいろ。もう、ね、やっぱね、若い子とかやっぱ声かけたわけですよ。うん、せっかくだから、うん。うん。せっかくだから結構若い子も声かけたんですが、うん、まあ、やっぱりみんななかなかね、こんなこと、今の時代はほんとパンチじゃないですか。もうパンチにね、うん、後からエディットに修正に、はい。何でもできる時代だからね。はい、そうなんですよ。本当にその、生でその場でっていう、うん、なんていうかね、MC 力、人間力が試される企画っていうのはなかなかないからね。そう。でね、だからなんていうのかな。俺もね、かけたくないのに、下手なプレッシャーをかけてしまうっていうね。だって、聞いてなきゃいけないから、受け止めなきゃいけないから、聞いてるわけじゃん、我々。うん。ブースのところでね。聞いたよ。これがね、まあね、やっぱりね、我々に聞かれるとね、みんなもちょっとピロっちゃうんですよね。まあそういうのはいろいろありまして、うんうんうん、まあ大変だったなと思うんですが、はい。皆さん、やはり、キュレーターの方が最後に、自分でかますという。そうなんだよね。うん、そういうスパ、うん、そういう、スタイルになってまして、自分もまあ、最後かまさせていただいたんですけれども、うん、まあさ、あんだけプレッシャーをかけにかけてさ、みんなに。うん。ほんで、こう、やって最後自分がダサかったらどうしようっていうのあるじゃないですか。ありました。はい。はっきり言ってありました。はい。はい、なんで、僕もね、非常に気合入りました。今までの中でも、結構、気合レコーディングの中でも、まあ、
3本の指、5本の指に入るぐらいの気合の入ったレコーディングだったなと思うんですけれども、うん、まあまずはね、とりあえず一回チラッと聞いていただこうかな。音でね。はい。音で判断していただけたらなというふうに思っております。はい。つうことで、まああのいろいろね、それこそガドロだとか、シンコ西成とか、うん、ワニュードとか、いろんな人頼んだんですよ。はい。ジョジョとかね。うん。なんですけども、すごいね、すごいメンツだ。はい。なんですけども、その一番最後にひたすら、ご本人気合を見せましたよって曲から行ってみたいと思います。こちらは、ジブラ×リル・ユキチで64 bars。It's the 64 bars. WREP Rep 第3研究室お聞きいただいたのはジブラ×リル・ユキチで64 bars でございました。はい。来てますね。いやー、これね、本当緊張しましたよ。ジブさんが緊張した。いや、緊張したね。やっぱりさ、うん、なんていうかさ、これすごい、やっぱ、やってみて本当に難しいなと思ったのは、うん、普段例えばね、うんうん、MV とかで、レコーディング、うん、風シーンとかね。ありますよね。ブースの中で。あの、ヘッドホンを押さえながら、そう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 、ポップガードもついてないマイクの前で歌うやつ。はい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 、はい。あれやるじゃないですか。うん、あれん時って、まあ、ぶっちゃけこう、見てくればっかり考えてるというか、うん、ある意味ね。まあ、映像だからね。うん、で、なんだけど、うん、この、まあ、これはこう、自分の、歌詞もしっかりやらなきゃいけないし、そうだね、ラップのレックとしてもしっかりやらなきゃいけないし、でまた見てくれもちょっと気にするし、聞こえと見てくれ両方だよね。そう、せーので全部来るから。で、あのほら、まあなんか近いかもしれないのは、うん、あのイヤモニしてライブやるとき、うん、はいはいはい、あれに一番まあなんとなく近いのかなという気はするんだけども、うん、それでもやっぱりさ、普段さ、うん、ライブとかの時はさ、うん、まあ普通の曲やっぱサビとかあるじゃないですか。まあそうだね。ね、こうやってもう64小節ラップし倒すとかあんまないし、うん、だからそのそういう意味で、まあなんだったらさ、あのTB トラック、うん、あのインストのね、はい、あれなんかはもうサビがこう入ってたりとかするじゃない、上に。まあその上に重ねたりする。そう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 。だったりするから、まあいろいろこう休める瞬間もあったりするし、いろんな意味で。うん、なんだけど、これはもうとにかくずっとやんなきゃいけないから、俺ね、あれですよ、自分で覚えやすいようにリリック書いた。うん、すごいって、俺もやる前に相談したじゃん。そう、こうした方がいいよ、みたいな。言った。俺はまあ 8×、まあ64っていうのは 8×8 なわけですよね。うん、だから、まあその8、16×4 ね。そうそうそう、うん。8ごとにね、うん、なんとなくこう、変えていくというか。考えましたよ。そういうことでね、やってなんとかやったっすけどね、まあ一応ね、うん、ちゃんとやれないとね、あの、かっこ悪いなってことでね。ちなみに、はい、トラップ的なテンポすごいなと思ったんだけど、うんうん、まあ、いわゆるテンポ遅い、はい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 、まあ、トラップ的なテンポの曲じゃんよ。はい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 、これ、BPM 的にはどっちで撮った？ 75 で撮った、うん。撮ったってことは、じゃあ、長い64小節だったってことで、非常に長い64小節でですね。きついよね。はい、これは大変だったですけども、うん、ただなんだろうな、俺的にはね、ちょっといわゆるそのトラップ的なラップの乗せ方、うん、っていうのもやっぱちょっ と挑戦してみたかったし、うん、ここでやるべということでやらせていただいてですね、うん、まあまあ好評だったっていうのがあったんで、うん、まあ、ちょっと自分としては手応えありかなっていう、まあ、そんな感じだったかな。楽しいよね、このテンポはね。そうそう、いろんなこと試せるから。いろんなことやれるし、うん、だからまあそういう意味では、俺も途中であえて違うね、うん、テンポに持ってったりとかね、そういうのもいろいろやってみたりしましたけど。ね、そう、楽しいんだけど、うん、初見で聞かせたくはないなっていう。そうなのよ。そうなのよ。もっと完成したやつでね、聞かせたいっていう、ね。ほんとこんなラッパー泣かせの企画。ないよ、ね、ひどいよね。ひどいよ、すごい本当に。いや、まあそんな感じでございましたけども、いや、本当とりあえずね、俺らのシリーズ第1弾の方ね、参加していただいた皆さん、本当ありがとうございましたっていうところなんですが、うん、第2弾は、2019年の11月から、はい、アナーキーがキュレーターで、うん、チンとか、うん、リノとかもやってる、ね。リノやってるんだね。そう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 、そう、ね。チャキさんとやってるんだ、ね。そうなの、チャキズルとリノって、まあこの辺はまあアナーキーならではのね、組み合わせだなと思って、うん、みんなさ、キュレーターはさ、うん、面白い組み合わせをね、うん、考えて、それを、みんなにこう、なんだか、ね、レペゼンするというかですね。はい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 。ね、それ考えてるよね。そうだね。うん。うん、俺もだからなんだろうな、和乳道に綿さんはめてみたりとかさ、うん。うん。その辺はちょっとやってみたいなと思うし、あと、
セロリとガドルをはめてみたとかも面白かったし、うんうんうん、なんかそんな感じでやったんですけども、うん、こっから先はですね、マミー D がキュレーションしたシリーズ第3弾について振り返りたいと思っております。はい、まずはまあ話来てどんな感じだった、まあ俺のやった時のやつとかってなんかチェックしたり してた？いや、後からだね。なんかね、後からか、うん、なんかあの、64バーズという企画自体は知ってたんだけど、うん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 、あの、レッドブルがその、うん、2018年に結構いろいろ動いた時に、うん、僕らはね、うん、こう、ね、ライブイベントみたいなので参加したのね、レッドブルのなんかいろいろもろもろの中で、その中で、やばいのやってるらしいよっていうのを聞いてたぐらい、だからあれ来ちゃった俺と思ってやべどうすんのどうすんのって感じだった。でもな、まあじゃあ例えばさ、まあそれなりにまあもう第1弾第2弾でさ、うん、いっぱいこう組み合わせが出てるわけじゃない。はい、んで D 的にはこの辺を誘いたいなとか、うん、なんかそれってどんな感じだったの？ね、うん、まあもちろん第1弾第2弾に被んないようにするのは当たり前なんだけども、うんうん、俺としては、うん、そのなんつうのかな、結局これってさ、うん、ビート1本、はい、ワンループでいけるトラックメーカー、うん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 、それから、うん、ラッパーによってはまあサビに味があるとか、いろんなスタイルの人いるでしょ。じゃなくて、うん、平歌、バース、はいはいはい、バースの人、うん、バースの人、うん、ドラムの人、うん、これを選ぶという、あ、そういうところで意識したことだよね。まあなんだろうな、結構メンツの中にはだいぶそのなんだろう、 MC バトル的なところで活躍なさってる方も結構いらっしゃいますよね。そうなんだね。これはね、うん、あのね、俺がそこら辺に詳しかったというわけでは全くなくて、うんうんうん、あのうちのマネージャーのホッチに手伝ってもらったりしながら、うんうんうん、ちょっと俺にちょっと紹介したいちょっとラッパーとか当たってみてとか、あとね、うん、これぶっちゃけた話しますと、はい、この企画、うん、断るラッパーむっちゃくちゃ多い。まあ普通マジでだから辛いもんねこれね。辛いのよ、うん、そのね、うん、費用対効果がはい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 、はい、そこですよね。ね、なんかあの我慢大会みたいなやつですかね、ほとんどね。ほら、あのよくさ、うん、昔テレビ番組とかで あったさ、うん、お父さんがさ、うん、何分以内に最後まで一回も間違えないで何かを言えたら、うん、100万円みたいな、それでさ、はい、あの家族たちがさ、うん、頑張れ頑張れって言ってるみたいな、うん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 、ああいうさ過酷さがあるわけよ。いや本当そうなのよ。だから、うん、そのぶっちゃけですよ、うん、ある程度のステータスを気づいたラッパーほど受けてくれません、うんうん、ああまあそういうことはありますね、うん、なので、うん、結構苦労した、うん、キャスティングには。でもその中でもやっぱりさっき言ったように、うん、あのトラックメーカーだったらもうビートがいい人、うん、ラッパーだったらバースがいい人、うんうんうん、じゃないと持たないからさ、うん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 、そこを考えて、うん、キャスティングして、うん、でその中でいろんな出会いもあったね。こう初めて会った人も結構やっぱいる。いるいる、全然いる。レッコとかね、クールとか、うん、ペコもそうかな、うん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 、チコもそうだ、ソックスもそうだ、ほうほうほう、うん、結構半分ぐらいそう。ああそうだったのね、うん、いやどうだったですか実際現場的には。やっぱね、うん、そのまあ今そのサブスクでみんなの曲聴いてるからさ、うん、音源は聴いてるんだけど、うん、実際にその人が、うん、そのね、まあコロナ禍だったけども、うんうんうん、まあフェイス2フェイスで会って、うんうん、でその人がさ、うん、極限に置かれる状態を見るわけよ。だから、はい、仲良くなるのむっちゃ早いよね。もうなんかさ、一つの、 屋根の下一緒の釜の飯を食ったみたいな。本当だ、そうそう感じになるよね、ちょっとね、確かに。でやっぱりね、うん、これはね、うん、ラッパー冥利に尽きるその仕事だなとは思ったな、うん、その先輩としてというのもまああれですけども、はいはいはい、若い子たちにこうなんかこう出会いもあるし、伝えたいことも伝えられるし、すごい楽しかったですよね。うんうん、
とりあえずね、そんな、これ、本に入れて10組ですね。うん、そう。その中からですね、ちょっとこう、印象に残ったやつをいくつか選んでいただいてるんですけれども。うん。まずはどっちから行ってみますかね。ね、じゃあね、ペコのやつを、とりあえず聞こうかな。そうだね。うん。では、曲振りの方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ラッパーが、ペコで、ビートメーカーが、What AKA 寄ってるぶってるの、レッドブルー。64 birds. Yeah. はい。はいはい。ただいまお送りした曲、は、はい、ペコと、ワットのレッドブルー64バースですね。はい、そういうことだったんですけど。はい、これはどうだった？やってみた感じ。ペコもね、俺、知らなかったの。梅田サイファーのね。はいはいはい、一員なんだけども、うん。ここで番組もやってくれてんのよ。あ、ペコもやってんの？ペコと KZ で、二人で。だから、初対面だったし、まあ、ワットは、全然知ってるんだけども、衝撃を受けました。まずですね、はい、今回の、この企画の中で、このテンポのビートでラップしてるラッパーって、あんまりいないと思う。はあ、はあ、そうかもしんないね。いわゆるその、ファーストラップというか、テンポ遅いので64小節もきついけど、ちょっと早めで64もさ、完全に頭に入ってないとあれでしょ？その中で、うまくフローしながら、まあ、梅田サイファーですからね。まあ、そうですよ。もう韻は硬いですよ。はい、もちろんもちろん。もう硬すぎですよ、君はっていうぐらい硬くて。はいはい。そんで、あとね、ペコはね、歌ってる時の佇まいがかっこいいな。そうかもしんないな。ま、バトルやっててもなんかね、ビットしてんですよ。ビットしてるね。してる。それがね、俺初めて見て、そんなその、極限状態に置かれたね。彼を。ブースから見ててね。はい。ああ、かっけえなぁと思って。ラップっていいなぁっていうね。ポロリ。このロマンだなぁみたいなやつ、ね。ポロリ、ね。うん、絶対ね、ほら、途中にね、D にシャウトアウトも送ってるラインとかあるじゃないですか。よくわかりましたね。お分かりですね。さすが。あそこのところはですね、やっぱりね、本人もね、ついにこれを歌える時が来たっていう、やっぱりあると思うよ。本人もね。そうね。だから、そこのところとかはね、頑張ってやっちゃうと、次の小説忘れんじゃねえかっていう、心配を乗り越えても、ひやひやしながら今聞いてましたけれどもね。まあ、ラッパーはね、オマージュ好きだからさ。そうだね。その、別に単にね、その、キュレーターに媚び売ってるっていうんじゃなくて、誰々のラインを引用するみたいなのは、行きとされてるので、例えば、ライムスターの、リスペクトっていう曲の、スカスカのクラブで組むスクラムっていう、俺のラインとか、まあ、うまい。2000小節かなでお前を待つの2000小節入れてきたりとか、まあ、うまいよ。まあ、そういうところが、まあね、メダサイファーのいいところでもあるかなと。いや、気はするな、本当にね。でね、で、かつね、梅田サイファーはもうやっぱり、R 指定がもう、ばー、もうね、トップでも引っ張ってるから、その、ペコとしてはね、まだまだその、アンサインドハイプじゃないけど、その、なんつうのかな、まだまだ全然認められてないのにものすごい才能があるみたいなところが、俺はね、ちょっと、もうちょっと、やつも悔しい思いしてると思うし、その、思いをバネに頑張ってほしいし、俺は推したいところなの。実はね、俺ね、ペコはね、モンスターどうかなとも思ったことあったんだよ、ダンジョンで。なんかいろいろみんなと、スタッフとかと相談しながら、最終的には、そうなんなかったんだけど、ほんとね、その可能性もすごい秘めてたっていうか、なんかまあ、ほら、まあ、基本イケメンじゃん？イケメンですよ、ね。そう。だからね、女の光景も良かったりするし、まあそういうのもひっくるめて、やっぱりこう、なんていうのかな。スター性が実は結構あるんじゃないかなと。あるよね。昔から俺は思ってたんですけどね。うん。はい。なんで、まあ、いいチョイスだったんじゃないかなというふうに、思っております。そう。はい。あとですね。まあ今回、例えばね。実際
こう、ラッパーとビートメーカー、はい、組み合わせをいろいろするじゃない、うん。で、やっぱりほら、常にそれってあの化学反応だと思うんだけども、うん、この化学反応はやばみたいなものはどうだった？そうね、まあこれから、うん、実際その、ビートメーカーと、うん、ラッパーは、お初みたいなの結構多かったのかな、うん、今回。結構あったと思うよ。あ、本当。うん。例えばね、ゴッチ。うん。ランチタイムブレイクスのゴッチと、はい、ミタッチ、DJ ビブラムっていうのはちょっとわかりやすいラインだとは思うんだけど、うんうん、まあ、今ね、知ってる？今、ランチタイムブレイクス。ランチタイムスピークス。ランチタイムスピークス。はい、すみません。それはあの、僕がね、パクった方ですからね。引っ張られました、ね。はい、すみません。先ほどまでの番組引っ張られました。はい、ランチタイムスピークスね。うん、ゴッチと、うん、ミタッチ・ビーブラムというのは分かりやすいラインだと思うんだけど、例えばね、チコカリートと、うん、リップスライムの DJ フミヤを当てたりとか、あとはですね、ジメサギとサンパブとかね。うん、はいはいはい、はい、おかしなもの同士を当てるみたいな。ちょっとね。そういうことね。やってみた。よく動画である、うん、なんとかしてみた動画感覚とかみたいなやつね。そういうのもあるよね。はいはいはい。うん、これあれ、レンガ流グルーブマンスポットは？うん。これもなかったのかな？多分、うん。多分ない。うん。意外とスムーズでした。ああ、そうだよね。でもね、もしかしたらないかもかな。うん、なんかあってもおかしくないような。おかしくない。感じもするけれども、うん、意外とそういうことなのかな。うん。うん。いろいろ、その、これは合うわーってやつを合わせたりとか、うん、あとはやってみた動画。うん。が、どっちかだよね。そういうことだったね。うん。ちなみに今回、リリックが、うん。非常にこう印象的みたいな人ってどうだったですか？はい、そうですね。まあ、リリックがとか、フローがとかでちょっと分けてっていいかなと思うんだけど、リリック、内容、歌詞の内容的には。はい、リリックいきます。はい。ソックス。うん。あ、ソックスは面白いもん。ソックスと、うん、ワン。うん、うん、うん。を当てたんだけども。はい、はい、はい、はい。ソックスはね、うん、第3弾のシリーズの中で、うん、やっぱり面白いことを歌ってくれたら、ちょっと、うん、幅が出るかなと思って。間違いないね。で、うん、俺も、寮の、うん、コンピとかで、いつも聞いてて、うん、なんて面白い人なんだと思ってたから、うん、呼んでみたのね。はい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 、はい。呼んでみたの。はい、まさにね。そしたら来てくれて、うん、そしたら、うん、ソックスは、意外と、二の線のラップをしました。ほー、うん、そうだったのね。うん、意外とね、その面白に行かないで、うん、ラッパーとしての結構スキル見せつけた。うん、そこがね、うん、俺はまたグッと来たね。角刈りみたいな方じゃなかったの？角刈りじゃない。角刈りではあったけど、うんうんうん、まあね、もうキャラがもうすんげえ真面目だし。いや、そうだよ。うん。うん、俺、もうほんと初対面だったからさ、うん、うん、でもほんとね、大好きになっちゃって。うん、そんでね、うん、ソックスは、名古屋に帰って行きましたけど、うん、ゆかりせんべいを置いていったね、うん、スタジオに、ね。そういうことなんだね。どうでもいいこと。あのね、いや、真面目なのよ、すごい、そういうところ。うん、だから、なんか、なんていうのかな、面白い曲いっぱい作るけど、うん、その面白いのも、本当に真面目に作ってるというかさ、うんうんうん、ちゃんと、なんていうかな、ふざけてるっていうか、うん、面白い、ちゃんと狙ってきてる意味、いい意味で。うん。うん。だからそこがすごいソックスのいいとこだし。ね。うん。あと、まあ、よくもそんなこと考えつくな、みたいな、うん、まあ、比喩表現だったりとかさ、うんうんうん、そういうのも面白いかな、って気もするし。まあ、エンターテイナーだよね。そうですね。うん。あと他にはどうですか？そうですね。リリック面。リリック、クール、うん、横浜のラッパーの、クールの、世界観っていうのは初めて俺も、横浜出身なのにクールのこと知らなかったんだけど、マネージャーホッチにちょっと、紹介されて、うん出会ったんだけど、うん、なかなかあんまり聞いたことない世界観だなという感じがしたかな。ほう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 。俺もでも、うん、あ、そうだな。今、曲はあんま聞いたことないかもしれないな。ク
夫婦、うん、あの MC バトルはね結構よく、うん、あのダンジョンとかにも出てくれてたし、うんうん、意外とね見てるんだけど、うん、意外と自分のソロになるとちょっと文学的っていうかね、面白いラインが多いって感じがしたね。まあやっぱりみんなねそうやってまあバトルやる人たちもね、いざレコーディングになるとそのまたちょっと違う側面を出してくれるっていうのも本当にあるなと思うしね。で、うん、みんなそれをできないとダメだっていうバトルのみんなも思ってるから、うん、そうだね、そうだね。だからそこら辺がね、うん、録音物でどういうキャラを自分はやっていかなきゃいけないのかとか、打ち出しとかを、うん、考えてるなーっていう、考えてるし、うんうん、そこが面白いなーと思うとこではあるね。間違いないなー、うん、フローとかはどうだったんですか？フローですか？印象的なフロー。フロー、うん、すごい聞いてくるね。いや、もう聞いちゃいますよ。いや、もう印象的だらけよ、そんなこと言ったらさ。ね、うん、もう、それこそまあ、数年前から、まあ、もうヒップホップ、ラップのテンポが下がってから、はいはいはい、みんな、どうしてくるかわかんないじゃん。まあそうだね。何でもいいもんね。うん。いろんなやり方あるからね、今は。そういう意味では、うん、やっぱりそのテンポ、60、70、80に強い若者の感覚というか、まあ、若者って言ったって別に中堅どころもいるんだけども、うんうん、僕らからすると若い、うんうん、ラッパーたちの、その、うん、運動神経の良さみたいなのは、すげえ感じた。うん。うん、特にね、うん、まあ、人面ウサギ、うん、それから、うん、ペコじゃない、チコカリート。はいはいはい、はい、うん。この辺はちょっともうやられたいやっていうね。まあ、本当にまあ、ジメウサギはさ、それこそ前この番組もね、出てもらったじゃない、はいはい、で、まあ、そこでも言ったように、すごい、ある意味、すごい、こう、計算し尽くされた、うん、フロー工場、うん。で、それに対して、チコカリートは、うん、もう、天然、天性のフロー。だから、あれはね、なんだろうな。でも面白いね、やっぱそういう意味でね。うん。うん。ちょっとじゃあ早速なんで、うん、チコ行ってみたりとかしませんか？うんうん。そう。だからもう、まさしくそこが俺聞いてほしいところで。ですよね。はい。じゃあ、紹介しちゃっていいじゃん。はい、お願いします。はい。じゃあ聞いてください。レッドブル64バーズ、チコカリート×DJ フミヤ。はい、ということでお聞きいただいたのはすごいことになってたな、やっぱりな。すごいでしょ。はい、チコカリートと DJ フミヤでございますですね。うん、うん、いや、これなん途中すごいの来たね、あれね。すごい、もう声ひっくり返したり。そうだね。チコ、それ無理だよってテンポでラップしたり。もうさ、うん、俺らさ、うん、ビートもらうじゃん、うん。で、テンポこれだったらここまでいけるなとかさ、はい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 、これできる、これできないとか考えるじゃん。はい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 、全然考えてないな、この人。うん、そうなのね。で、あとでもね、この人はやっぱり、滑舌がもう最高。ね。ね。うん。だからやっぱり、あとリズム感と滑舌が最高だから、そうなんだよ。結構ね、無理もやれちゃうのよ。やれちゃうんだよね。あと声質もある。声の質ね。そうだね。なんかさ、うん、初め出てきた時、うん、ちょっとリノに近いな。昔の。あ、でも、声の、うん、なんか、かすれ成分とかは、そうそうそう。近いかもしれない。ちょっと近いなと思ってて、そう。キャラだいぶ違うから。キャラ全然違うけどね。で、パトリック、もう、リノじゃんとか言っても、あ、そう。はっきり言い切られてたけど。ざっくり。いや、うん、いやでも、それだけじゃないんだよ、なんつって。うん、だから、ほんとその、なんていうか、やっぱりその、もうそもそも声がいいっていう、そこなんだよね。そこだと思うの、やっぱり。うん。まあ、本当にね。まあね、うん、いろんなところでチコのこの、64小説に関しては俺も喋ってて、うん、負けたと思った。ああ初めてのバースみたいな、ラッパーみたいな。はいはい。ことを、ちょっと、クリピーナッツの番組とかで言ったりとか、なんかしたんだけども、チコはあのキャラだからさ、うん、ニコニコなのね。ニコニコだね。ニコニコで、そんで、カメラが回っても、カメラに映ってる自分見て、あれ太ったかな俺。あれ太ったかな俺とか。そんなことばっかり気にしてんの。お前、そんなことじゃ、そういう場合じゃねえよ、みたいな。ほんで、ニコニコ、ありえないことをやるんですよ、その後、うんうん。そういうことですよね。でも、ね、うん、俺、まあ、まだ今日はね、うん、公開できないですけど、うんうん、この64小説に自分の30年分のスキル詰め込んだんだけど、はい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 、それでも、うん、
ちょっと、それを超えるぐらいの、ふわりとかね、うん、あいつ全然気づいてないんだけど、うん、すごいことやってるでしょ。その、それがね、あの、チコの怖いところなのよ。うん、怖い。気づいてないのにできるパターン。気づいてないの。天才系。うん。うん、だから、まあ、まあ、言うたら、だから、リノとそういうとこも似てんのよ。そうか。天才系。うん。だなと思うんですよね。うん、だからもう、ね、俺はね、一番、うん、飛ばされましたね。チコにはね。ね、あの、なんなの、あの、声ひっくり返したりとかね。うん、なんだろうね、うん。どっから生まれてくんだろうね、あの発想が。ね。うん、でも、いや、こんなの、あれですよ、あの、ベンジャーズとか得意なやつですよ、とかなんか言ってたような気がするんだけど、うん、いや、あの、途中なんかさ、あの、がなったりするとことかさ。がなったりうん、そうそう、そっちは結構ベンジャーズとかやるタイプだったりするかなと思うのね。うん、いや、でも本当に、だからそういう意味じゃ、まあ、この世代間ならではかな。ねえ、うん、もう本当にね、チコはでも気づいてないからね、うん、もう永遠に気づかないでほしいですね。うん、そうだね。第三研究室なんか絶対呼ばねえってね。気づかないでください。はい、気づかないでいいですよ。気づくな、気づくな、気づくな。はい、ということで、他にもね、曲行ってみたいなと思うんですけれども。うん。お次どれ行きますか？まだ紹介できんの？うん。いける？まだあと2曲ぐらいいけんじゃない？あ、ほんと？うん。じゃあね、さっきちょっと話しましたけど、うん、はい。クール。うん。極の句っていう字に、はい、潤う潤というね、うん、潤うという字を書いて、クールと読む。うん、クールと読む、うん、ラッパーなんだけど、うん、それと、DJ 渡来。うん。渡さんは2回目もしかして、ね。そうだね。俺も誘ってっから2回目だね。うん。それの、うん、そのセッションをちょっと聞いてもらおうかな。はい。先に聞いてもらいましょう。はい。では行ってみましょう。はい、はいはい、ラップ第三研究室をお聞きいただいたのははい、クールと DJ 渡来の、セッションでしたね。はい、はい、いやーそうか、確かにあの、うん、ちょっと特殊な世界観持ってるし、そう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 、あとやっぱ、うん、あのあれだね、なんかあのこう次の小説に重なっていくフロー感とか、うん、この辺やっぱなんかやっぱなんかスペシャルだな。そうだね、うん、まあ、いわゆるそのなんかロンリーで作っていくラッパーじゃなくて、うんうんうん、クール君的にも、うん、そのなんていうのかな、文学的なんだけど、うん、人間はまあ根がやんちゃだったりとかね、うんうんうん、そういうね、うん、そういうバランスの人だなっていう感じが俺はしたのね。そんでビートやってるね、うん、和田さんがそこら辺に非常に惚れ抜いてて、うん、そんで、和田さんが直々にクールをプロデュースしたいと、うんうん、でアルバム作りたいということで、これから作るみたいでね、まあ、別に宣伝じゃないんだけど、うん、それをあのうちのスタープレイヤーズから、うん、これから出せたらいいなという感じでレコーディングしてる最中。あら、うん、うまくやっちゃってもう本当にもう何をやっちゃっていいとこ拾っちゃってもう本当にもうね、いやいやいや、でも番宣じゃないです、すごい楽しみじゃん。うん、なんかね、まだまだ伸びると思うし、うんうん、別にそんなね、あの、うん、若いとかじゃないんだけど、うんうん、なんか俺もね、クールいくつだっけ？ 30 代だよね。30代前半ぐらいだっけ？ 35、6？ うん、あ、もうそんな言ってんのか。意外と、うん、そっかそっかそっか、そう。でもね、なかなか面白い才能だなと思いましたね。うんうん、そうですね。うん、まあ、あのね、本当バトルの時もね、うん、気合がみなぎってるタイプで、うん、なかなかなんていうのかな、俺は、好きなタイプだよ。でしょ、うん、うん、すごいそう思った。うん、なんかいいとこ拾ったなって感じがします。そうなんですよ。いろいろね、はい、いろいろ取り混ぜないといけないんですよ。はい、まあ、そういうことでございますね。はい。まあちょっといろいろ話は尽きないんですけれども、うん、そろそろエンディングの時間になってしまった模様でございますよ。ね。はい。うん、ということで、我々からのお知らせなんですけども、はい。マミリーさんいかがですか？ですね、うん、まずはさっきの、この、あのね、64バーズ、来週。はい。25日にですね、はい、そう言ってるお前はどうなのというモーメントオブトゥルース、はい、モーメントオブトゥルースが来てしまうわけですね。これ今日ね、1時間かけてこんだけ言っといてね、もうグダグダなんでできたら困りますからね。モーメントオブ、あとよく聞いたらあれパンチしてねとかね、そうなんですよ、絶対に。本当に頼みますよ、モーメントオブトゥルースがですね、はいはい、25日、なんかあの映像あるじゃないですか、映像、うん、あれこれよく一瞬プロって動いてないとかダメですよ、バレますからね、本当にね、今の時代ね、はい、検証はできるんで、はい、はい、モーメントオブトゥルースが8月25日に、はい、やってきますってことですね、はい、まずそれを楽しみにしていただいて
いただいて、はいはいはい、あと、パラリンピック直前で、うん、NHK の方で、パラリンピック応援のスポットを、はいはい、俺とよかったよ、英一とゾーンでやってます、うん、ね、素晴らしい。あれどんな話だったの、うん、あれはね、うん、本来はね、うん、式典にも出るかもっていう勢いで、パラアスリート10人を、はいはいはい、パラ、ラップアスリート10人が歌うみたいな企画だったわ、もったいねーっていう。そうだったのか。うん。そうかそうか。うん。ただね、あれだけで終わらそうと思ってなくて、うん、やっぱこれもキュレーターの仕事の一部だと思うんだけど、うんうんうん、他にも。あ、あの、振ったのは D なの？うん、俺が振った。あ、そうなんだ。うん。すげえいい。素晴らしい、うん、素晴らしい。でしょ、うん、素晴らしい、素晴らしい。ね。あれをね、なんとかフル尺に俺はしたいと思ってるので、そこら辺も、あの、交互期待というか、ね。はい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 。なんかね、俺ね、あのね、ツイッターでね、うん、見たのがね、うん、あの、俺とさ、コンちゃんとツイギーで昔さ、うん、あの、ナイキの CM やったから。あったあったあった。あれもさ、うん、俺たち3人が、うん、プレイヤーに なった、うん。なりすましてというか、うんうんうん、あの、俺は、ケビン・ガーネネットだったりとか、うん、ティム・ダンカンになったりとかっていうのでやってて、うん、なんかあれをね彷彿したっていうツイート1個見かけた。懐かしいですね。懐かしいですよ。でもだから俺もそういう意味で聞いててね、ああ、うん、いいなって思ったですよ。だからちょっと盛り上がってほしいなと思ってます。もし、もしのさんのジャケのやつね。そうです、そうです、そうです、そうです。懐かしい、あれかっこよかったね。そうなのよね、うん、はい。他はどうですか。あとは、あとはですね、うん、あとはわかんないです。ないです、ないです。うん、あとはない。はい。まあなんか、まあ今ほら、またコロナのやつがどうなるか分かんないから、ね。そう、どうなるか分かんないんで、うん、ホームページをチェックしていただきたい。そうですね。イベントとかもあるかもしれないし、なくなっちゃうかもしれないよ、という話。はい。はい、シマウマさんはどうですか。はい、私はですね、まずは、今日20日ですので、来週のですね、28日。うん。土曜日。最近ね、JDDA っていう、ジャパン、ダンスミュージック&DJ アソシエーションが中心となって、うん、japandj.net っていうサイトができてさ、うん、で、そこのオンライン、放送みたいな、DJ 放送やってるんですけど、うん、それなんとね、日本初のですね、はい、すべて原盤権をクリアしてやる DJ ショーという。おそういうのなんですよ。んで、まあ、和物しかかけちゃいけないっていうのがあるんだけども。そんなことできるの、ね、そう、レコード会社ね、メジャー17社乗っかってきてくれて、うんうんうん、レコード協会が動いてくれて。うん、で、まあ、とりあえず半年間、うん、試しにテストでやってみましょうってことで始まったんだけど、うんうんうん、それ俺ね、第4土曜日俺が担当してまして、うん、で、この日、第4土曜日、28日土曜日は、俺と DJ 長谷部で、うん、で、アートアクアリウム、うん、素敵な水族館、おしゃれな水族館から、うん、放送させていただきます。8時からね、夜の11時まで、うん、3時間。って感じなのと、あとその次の日29日ね、何物語、こちらは外でできなくて、なんか別の、うん、なのかな、あ、トコサメじゃないんだっけな、今回忘れた、映ったんだよね、そう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 、うん、場所が外でできなくて、なんか別のとこでやるんですけども、うん、一応ね、今日の夜11時59分までチケット買えるらしいんで、うん、まだもしこれからという方はぜひもうそれを忘れないように、はい、明日になったらもう売ってないよってことなんでね、うん、はい、ものすごいメンツでやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、そんな感じですかね。そんな感じですか。はい、うん、ということで、この番組は再放送もしております。今夜の模様は8月22日日曜日9時からオンエアです。途中から聞いちゃったという人はぜひ再放送チェックよろしくです。そして次回の第3研究室は9月17日金曜日夜9時からスタートとなります。はい、以上、お相手は私ジブラとマミーディでした。はい、ではですね、はい、最後に64バースね、はい、レッドブル、はい、この人のねラップを聞いてほしいですね。はあ、そうですよ、いろいろね、若手もいろいろ紹介しましたが、はい、この人ね、ほんとね、うん、おかしいです。まあそうですね、陰を愛してる方ですからね。はい、愛陰の方ですからね。愛陰の方でございます。愛陰の方ですからね。はい、そうですよ。もうね、踏みすぎなんで、ほんとね、もう笑いながら泣きながら、うん、びっくりしながら聞いてください。はい、最後は、リトルとナグマティックのレッドブル64バーズ。皆さん次回もこの研究室にお集まりください。いや、リトルナグマティック64